お邪魔します。さあ皆さん、私はどこに来ているでしょうか。そう、コムソウが大好きなお寺にやってきています。今回の動画では鳥取県八頭町にある光沢寺さんをご紹介していきたいと思います。まずは光沢寺さんの場所を確認しておきましょう。光沢寺はここ鳥取県の東に位置する八頭町というエリアにあります。八頭町は豊かな自然とフルーツの里として有名です。周りは山に囲まれ、お寺はとてものどかな場所にあります。鳥取駅からも電車で1時間ほどかかります。なぜこのような場所にあるお寺に行くことになったのかと言いますと、たまたまですね、仕事の出張で岡山に行く用事ができたのです。せっかく岡山まで行くなら、その周辺で泊まれる宿坊ないかなと探していて、たどり着いたのがこちらの光沢寺さんでした。少し光沢寺さんの説明からは外れてしまうのですが、皆さんにぜひおすすめしたいサイトがあるのでご紹介したいと思います。こちらの寺泊というウェブサイトです。日本全国にある泊まることのできるお寺を探せます。本格的な修行道場として滞在できるお寺というよりは、比較的お寺に馴染みのない人でも体験として泊まることのできるお寺を探すという感じに使えます。もっとフランクに、身近に、カジュアルにテンプルステイを楽しむためのサイトですかね。お寺だけじゃなくって、神社や修験道系の宿坊も掲載されています。このサイト、都道府県別に検索することもできて、マップから検索することもできます。それと各お寺さんごとに紹介のページがあって、そのページを読むと、なんとなくそのお寺の雰囲気だとか取り組みとか、そういうのが非常によくまとめられています。私は暇さえあればこのサイトを見て、次はどの宿坊に泊まりに行こうかなとよく眺めています。まあそんなわけで、岡山の出張が決まり、その周辺で泊まれる宿坊を探していたところ、この光沢寺さんのページが目に留まったというわけです。この寺泊場では宿坊の予約はできないので、光沢寺さんのウェブサイトに行ってみましょう。ホームページを拝見すると、いろいろな取り組みのご様子が掲載されています。気になったのは、1日1組の宿坊で、ここに「お一人でも大丈夫です」と書いてあるところ。宿坊はですね、2名以上から宿泊可能というところも結構あります。やはりですね、1名だけで泊まりに行くとですね、まあ、お寺さんからしても対応されるの本当に大変だろうなと思うんですね。なので1名で泊まりに行くの、若干気が引けるというか、ちょっと申し訳ないなという気持ちもあるので、ホームページにこうやって「お一人でも大丈夫です」と書いていただいているのを見ると、あ、なんかありがたい心遣いだなというふうに感じます。さらに気になるのは、こちらの本堂深夜バー、さらにブータン王国のプリンセスがこちらのお寺にやってきたというニュースまで。どうやらこのお寺は幸せの国ブータンとつながりがあるみたいですね。ここのお寺は一体どんなお寺なんでしょうか。しかもですね、ちょうど私が行こうかなと考えていたその日に、どうやらブータン絡みのイベントが開催されるというのが分かりました。しかしホームページにはすでに満員御礼で受付終了という文字が。もしかしたらという一縷の望みをかけて、光沢寺さんにメールを送ってみることにしました。するとご住職から、せっかく遠方から泊まりにいらっしゃるのであれば、イベントもよければご参加くださいと、ありがたいご返信をいただくことができました。というわけで、この日光沢寺さんに来てみると、非常に多くの方がお寺にいらっしゃっていたというわけです。こ
その日ゲストスピーカーとして3人のお坊さんがいらっしゃっていました。まず一番右に立っていらっしゃるのがここ光沢寺さんのご住職である宗本秀俊さんです。で、椅子に座っているのが今回の3名のゲストスピーカー。左から未来の住職塾といってお寺のマネジメントを考える塾を運営している松本正慶さん、その右隣が京都にある妙心寺大蔵院の松山大光さん、そしてその右が京都にある建仁寺良足院の伊藤棟梁さんです。いずれの皆さんも現代の日本の仏教界の最前線でご活躍されている皆さんです。この時のトークセッションの様子、YouTube にアーカイブが残されています。概要欄にリンク先を貼っておきますので、興味のある方、ぜひチェックしてみてください。2022年を振り返ると、このイベントに参加できたことが、私にとっての一つターニングポイントになったなと感じています。唐辛子だらけなんですけども、皆さんが食べやすいように唐辛子は少なめに。トークイベントの後はブータン料理の夕食を一緒にいただきました。お食事も一段落するといろいろな方がお坊さんのところに来られてお話しされるんですよね。それを一つ一つ丁寧に聞き入っておられて、もう本当にそのお姿もこう頭が下がるというか、なんかこうありがたいなという思いで見ておりました。そして夜も深まった頃、ついに本堂での深夜バーが開催となります。この後も夜中まで仏教トーク、本当に学びが多くてとっても刺激的な時間でした。ありがとうございます。はい、ということで改めまして、宿坊としての光沢寺さんの様子をちょっとご案内したいと思います。では行ってみましょう。こちらが宿坊の入り口ですね。お部屋は2階にあるみたいです。洋室のお部屋にふかふかのベッド、爆睡でした。1階に戻ってきました。1階にはラウンジのスペースと、とても眺めのいいお庭もあります。この渡り廊下を行けば本堂に着きます。朝食の後は朝のお勤め、ご住職がお経をお唱えしてくれます。三仏偈といって、阿弥陀如来が本願を立てるきっかけとなったお経でございます。それが決意の時のお経で、本願を立てて修行の道に入る、それ法蔵菩薩の時に願いを立てて、で菩薩の時に立てた願いが成就したら如来となる、つまり如来となっているということは、その願いが成就している、悲願成就がなされているので、全ての命はもう救われる前提にある。なので南無阿弥陀仏は感謝の念仏になる。ここで虚無僧的素人解説を挟ませていただこうと思います。皆さんは南無阿弥陀仏と唱えるお経のことは聞いたことありますよね。あれは漢字で書くと南無阿弥陀仏となります。最初の二文字ナムとは、古代インドの言葉であるサンスクリット語のナモという音を、そのままの音を残す形で漢字を当てはめたものになります。なので南とか無といった漢字自体の意味とは関係がありません。あくまでナモという音が大事というふうになります。で、そのナモどういう意味なのかというと、私は心から大事に思っています、信頼しています、帰依していますという意味になります。で、その後に続くのが阿弥陀仏なので、この南無阿弥陀仏という意味は、私は阿弥陀仏という仏様を信頼して帰依していますという意味になります。で、ちなみになのですが、日本に伝わった仏教はほとんどが大乗仏教というジャンルに属しています。この大乗仏教の世界観では、この宇宙はパ
パラレルワールドというか、同時並行的に多数の世界が存在していると考えます。そういう広い宇宙観で見た時、この宇宙にはこれまでお悟りを開いた仏様は何人もいたというふうに考えます。そのうちの一人に阿弥陀仏、阿弥陀如来がいらっしゃいます。で、この阿弥陀様への帰依を中心というか、核に据えた宗派が浄土宗や浄土真宗と言われる宗派になります。で、この阿弥陀仏、一体どんな仏様なのかというと、阿弥陀仏と言われてもあまりピンとこないかもしれないんですが、鎌倉の大仏様と言われると、あ、それは知ってるという方も多いのではないでしょうか。で、鎌倉の大仏様は阿弥陀如来坐像と言います。で、この如来っていうのは悟りを開いたものという意味なので、仏様と同じ意味になります。で、坐像というのは座っているお姿のことを言います。阿弥陀様はすでに悟りを開かれた方なんですが、じゃあ阿弥陀様は生まれながらにして如来だったのかというと、そうではないんですね。ちょっと昔話を挟みます。遠い遠い昔のこと、ある国に王様がいました。王様が歩いていると、向こうから世自在王仏という仏様に出会われました。その時、仏様の教えをお聞きして、国王は深く感激いたしました。そして自分も仏になって、世の人々を悩みや苦しみから救いたいと願うようになりました。その時の気持ちを歌にしたのが先ほどの三仏偈という歌です。王は国を捨て、王位を捨て、出家して修行者となり、法蔵と名乗られました。巷では法蔵菩薩と呼ばれています。菩薩というのは仏教界で、悟りを開く前の修行中の、人々のことを菩薩と言います。で、優れた修行者であった法蔵菩薩は、迷い苦しむすべての衆生を救うまで私は仏にはならないという誓いを立てます。気の遠くなるような長い長い修行の果て、結果はどうなったのか。誓いの通り、悟りを開き、法蔵菩薩は阿弥陀仏という仏様になられました。法蔵菩薩が仏様になったということは、あの時立てた誓いの通り、すでにすべての衆生は救われていると考えられています。ということで、お送りしてまいりました光沢寺さんでの滞在の様子、いかがでしたでしょうか。私がお伺いした時はイベントだったので、普段とはまた違う様子だったと思います。また落ち着いている頃にぜひ伺ってみたいなと思います。で、この後はですね、イベントに来られていた別のお客さんとともに、周辺の観光を楽しみました。ここでも素敵な出会いに恵まれました。私の仏教探求の旅、まだまだ続きそうです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。